大阪商業講習所跡の石踏み。淡座南公園内大阪商業講習所は、1880年11月、五代、友厚らによって、大阪府に開設された商業教育機関である。1885年3月、府立大阪商業学校に改祖されるまで存続し、現在の大阪市立大学などの源流とされている。 商業講習書解説のきっかけとなったのは、福沢諭吉門下で、慶応義塾に学んだ、加藤正之助による、新聞論説である。彼は1879年8月、編集士官を務める大阪新報市上に、社説、商法学校を、せつけルカラスを掲載し、全国の商業の中心として栄える大阪に、なぜ商法学校がないのか、という問題提起を行った。 同氏の経営者であり、大阪商法会議所の初代回答でもあった五代、友厚は、加藤の定期に応え、加藤及び門田三郎米、桐原ステーゾウの3名を仮創立事務委員とし、自らは創立委員代表として、商業講習所の開設準備を進めた。1880年10月、大阪講習所の生徒募集広告が、新聞に掲載され、 入学試験を経て60名余りの生徒が11月の会所とともに入学した。私立学校として発足した公習所の初代所長に就任したのは創立事務委員の桐原で5名の教師はいずれも日本人であった。公習所の過程は昼間の生息科と夜間の即成科に分かれており、簿記経済、算術の三科目に加え、修士作文、 実地演習が講じられた。特に実地演習では、講習所の中で、模擬の会社、館長、取引所などを置き生徒が模擬取引を行う実践的教育が行われた。さらに上実の創立メンバー4名が、いずれも日中間の経済的提携を標榜する講和会会員であったことから、家庭外科目として品語学が教授されていた。この時期、 卒業年限は1年未満から3年まで、生徒個人の能力により一定してはいなかったが、平均すると1年半を要している。講習所の経営は5代を筆頭とする創立員の個人的寄付に大きく依存しており、特に創立事務委員を兼ねていた角田の寄付が多く、これに、住友吉左衛門、河野池善衛門、藤田伝三郎ら、地元大阪の合唱、実業家が続いていた。 しかし解説後ほどなくして、個人の寄付に依存する形態では、財政が苦しくなり、1881年3月には15名、2企業よりなる創立員が連名で、大阪府知事に、公立大阪商業公衆所設立権限を提出、公衆所の大阪府遺官を求めた。前期の権限を受理した、縦の号3府知事は、1881年8月、有志者による、 資金援助を前提に講習所を府に移管し、府立大阪商業講習所と解消した1月以降は、官僚化に移管された。府への移管に伴い制定された、大阪商業講習所生息改正規定では、成果の入学資格を、満13歳以上の小学中等科卒業者とし、主要年限を3年、大阪に、在籍の者は入学金、月謝を無料とし、夜間測定家では、 入学資格を、消歌もしくはその雇いにして、昼間に暇なき者とし、修行年限を1年半、すべての生徒の入学金、月謝免除とするなど、制度上の整備が進められた。また、山本達夫教頭の下で生徒の前枯れ掛けが奨励され、卒業後は、株主総会や、その他の場所で事故の初心を表明できるように成果性を、 集めて演説の練習会が行われた9月辞職を余儀なくされた。この頃になると公衆所の生徒は大阪のみならず、近隣の関西地方や中国、四国、九州など遠隔地からも集まるようになっていた。その後、創立院の中心であった古代が死去し、また前期の事情により低廉に抑えられていた、月謝収入が見込めず、不議会も予算拠室に、 消極的であったことから講習所は再び財政難に陥り、講習所は農商務省に補助金支給を求めたが却下された。このため、中等学校たる第一種商業学校への転換を図る方針に、展示、1885年3月に講習所の設備、教員をそのまま継承して、府立大阪商業学校が開設された。 福立大阪商業学校は1八8九年、市政特例による大阪市政の発足に伴い、私立大阪商業学校へと改編され、その後さらに高等教育機関たる、私立大阪高等商業学校、大阪商科大学へと発展を遂げた。このため、大阪商業講習所は、私立大阪商業学校の後ろ身である、大阪私立天王寺商業高等学校、 および、大阪商大の後ろ見たる申請の、大阪市立大学の起源とみなされている、慶応義塾出身者が多数を占める。開設時の講習所は、現在の大阪市西区板地堀山丁目17番地に、あった、旧町会所の建物を校舎とし、大阪府医館に伴い同じく西区江戸堀南通り山丁目18番地の、旧府会議児道2階に移転された。江戸堀の校舎は、 府立大阪商業学校に継承され、同校の後ろ身である私立大阪商業学校が1892年10月、現在の北区道島浜通り2丁目12番地の新校舎に移転するまで使用された。立ち売り堀りの旧校舎は移転後も使用、保存されていたが、第二次世界大戦中の戦災で消失し、現在は阿ざみ南公園の一部となっている。なお地には、 市政志向70周年を記念し1961年3月に大阪商業公衆所跡の記念碑が混流されている。ありがとうございます。